どうもしゅんです。こんにちは。今回は大手メーカー内定者の面接公開ということで、実際の大手メーカーに内定した方と、あとは大手メーカーに長い間勤めていて採用責任者をされていた杉浦さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、メーカーに行きたい人であったりとか、これから面接を控えている人におすすめの動画です。よかったら最後まで見てください。というかですね、あと簡単にちょっとお二人に自己紹介をお願いしたいんですけども、杉浦さんからお願いしてもよろしいでしょうか。はい、杉浦と言います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。三幸製菓というお菓子メーカーにずっとおりましてですね、そこで長いこと人事責任者としてやってきました。面接ももう何千じゃ聞かないぐらいの面接をさせていただいているので、今日は楽しみにやってまいりましたので、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。川崎さん、お願いします。はい、東北大学大学院を卒業しまして、現在は大手メーカーの一員免として勤務しています、川崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実際の面接に行く前に、メーカーで求められる人物像を杉浦さんにお伺いしたいんですけども、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、メーカー特有というかですね、まあ、他の業界に比べてよりメーカーが求める要素としては、まあ、長く勤めてくれるかどうかっていうところって結構大きいんですよ。まあ、メーカーってですね、やっぱりこうスキルがすぐ身につくものってあんまりないんですよね。例えば IT とか、まあ、サービス系の産業になってくると、場合によってはその新入社員の方がスキルが高かったりとか、まあ、今やその高校生大学生も例えばプログラミングスキルがかなり高かったりすると、もうそれで起業しちゃったりみたいなケースっていうのがあるぐらい、スキルがね、やっぱり若いうちに早く身につく産業の場合だとですね、どちらかといえばこうロケットスタートみたいなことが期待できるんですよね。そうすると企業側も、まあ、1年とか2年とか3年とか、もうとにかく少しでも長くいてくれればそれでいいよというような採用ができたりもするんだけれども、メーカーの場合だと本当にもう何年っていうレベルではなくて、10年20年って言ってもらわないとそもそもスキルが身につかないっていうケースって結構多いんですよ。となるともう長期に働いてくれることが前提になってくるので、スキルというよりもどちらかといえば社風とか風土のマッチングの方を重視する傾向が強いんですよね。これがおそらくメーカーと非メーカーの大きな違いの一つかなというふうに思っています。やめなさそうな人が受かるっていうことですか。端的に言えばそうなんです。なるほど。なんか杉浦さんが採用活動している中で、こういう基準で人を見てたとか、メーカーに適する人の人物像みたいなって他にありますか。良くも悪くも外交性が高すぎる人は実は採用してなかったんです。へえ、面白い。外交性ってまあ明るいとか元気がいいとかってあるじゃないですか。あの数値があまりにも高すぎちゃうと、メーカーって結構コツコツ仕事していくことって多いんですよ。でしかもその何か華やかに何かこうやる仕事っていうよりも、どちらかというと本当に地味に地味にっていうのと、あとまあ本当に超大手以外は実際建物が古かったりとか結構多いんですよ。やっぱりメーカーってそもそも設備投資はやっぱり機械に先に振り向けていくわけですよね。人とか建物とかワークスペースをこう綺麗にしていこうとか、ワークスペースのお金をかけるっていうのはどちらかといえば後回しになっていくわけですよ。ってなってくると、そんな華やかな世界で仕事してるわけじゃないし、実際オフィスも地味だったりとかすると、外交性が高すぎちゃうとそっちの企業に惹かれていっちゃうんですよね。やっぱりそこに着目するんじゃなくて、きちっとやっぱり自社の組織風土にあって、まあ、地道に地道にやっぱりしっかりやってくれる、コツコツやってくれる人の方が実はフィット性が高かったので、実は適性検査の段階で外交性高すぎるともうその段階で不合格。そうなんだ。ということで、実際に大手メーカーに入社されて1年目の川崎くんに模擬面接を受けていただけたらなっていうふうに思っております。でこの面接を皆さん参考にしていただけたらなっていうふうに思います。では改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単で結構なので自己紹介していただいていいですか。はい、東北大学大学院から参りました、川崎と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。では川崎さん、早速始めさせていただきたいと思います。はい、まずですね、今回弊社を志望していただいた志望動機からお聞きしてもよろしいですか。はい、志望動機は主に2つあります。はい、1つ目はものづくりに、自分の興味のある、鉄道に関するものづくりを、本社で行いたかったからというところと、もう1つは本社の社員の方とお話しさせていただいたときに、
挑戦を後押しする社風っていうものを、感じまして、志望させていただきました。ありがとうございます。鉄道に関するものづくりという点と、はいはい、あと挑戦する社風ということでお話しいただきましたけれども、はい、実際にあの工場見学も先ほどしていただいたと思うんですけれども、はい、その工場見学を通じて感じていただいたことですとか、はい、そのあたりもこう今の2つにはこう絡んでくるお話になってくるんですか。はい、私が、御社で携わりたいと思っている事業が、鉄道車両を、製作するというところなんですけれども、はい、その中でも特に機関車部門になりまして、はい、工場見学、工場に実際に、機関車が置いてあって、実際に私が入社した際に携わる製品というものを間近で見ることで、より、この会社で働きたいという思いが強くなりました。もともと鉄道に関する仕事には就きたいと思ってらっしゃったんですか。はい、そもそも軸が鉄道ということではありませんでした。もともとものづくりをしたくて、そのものづくりで私が何を作ったら自分がワクワクするのかっていうところを考えた時にもともと興味があって好きでもあった鉄道っていうところに行き着いたという流れになります。ちなみに、はい、あの今この研究されている内容と、はい、こう結構違う領域かなと、 ね、はい、そんな風にあの拝見していると感じるんですけれども、はい、今そのやってらっしゃる研究の内容と、はい、まあ、どうしてその研究の中研究ではなくて、はい、まあ、ものづくりの方に行こうと思われたのか、その実際にですね、はい、今の研究を続けられると、はい、多分違う方向の就職活動もあるのかなっていうふうに思ってるんですね、はい、そうすると我々としては、はい、なんか結局こっち行っちゃうんじゃないかなっていう、はい、なんか心配もありまして、うん、なんかそのあたりなぜこちらの方向に進まずに、はい、あの弊社のようなですね、はい、業界に飛び込もうと思われたのかというところもお話しいただいてほしいですか。はい、現在のものづくりは血糖値を測定する小さなデバイスになるんですけれども、どういうものづくりがしたいかっていうものを考えた時に、小さいものではなくて大きくて大きいものに惹かれるっていうすごく単純な理由なんですけど、自分の手で大きいものを作ってみたいっていう素直な気持ちがあったので、その気持ちに従って、志望しています。ちょっとあの話を少し変えましてですね、はい、大学生活について、はい、少しお聞きしたいんですけれども、はい、学生時代にこう頑張ったことですとか、はい、一番力を入れたこと、このあたりをぜひ教えていただきたいんですけれども、はい、あのまあ、やったことと、まあ、そもそもなぜそれをやろうと思われたのかというところと、うん、これをワンセットでお話しいただいていいですか。はい、私が一番学生時代に力を入れたことは体育会バドミントン部の活動になります。なぜそれをやろうと思ったかについては、大学生活は何をするにも自由なんですけれども、その分刺激がないことに物足りなさを感じていまして、高校まで部活をやっていたんですけれども、それがいきなりなくなったことで、刺激がなくなったんですよね。受験であったり競争という中で今まで人生を歩んできましたので、そういった環境にもう一度身を置きたいっていう思いから、バドミントン部に入部しました。当然その部活になってくると、はい、自分自身のスキルを上げていかなきゃいけないとか、はい、大会で勝つためには練習ですとか、はい、いろいろあったと思うんですけど、はい、こう自分の中で日々心がけてたことですとか、はい、何かありますか。2点ありまして、1つは自分の試合の動画を必ずチェックするっていうところと、もう1つはその動画から得られた自分の問題点を書き出して、それについて、反復練習を行うっていう改善点ですね。これらを心がけています。そもそもなぜこれをやり始めたんですか。自分が試合をしていて自分が見えてる世界っていうのはかなり狭いものであるというところで、俯瞰的視点がやはり必要であると判断したんですね。それはいつも同じようなパターンで得点されているっていうところにうすうす気づき始めていまして、でも自分ではわからない、じゃあどうしたらいいかっていうところで、じゃあ第三者の目線というところを取り入れようということで試合動画を見るようになりました。動画を見た後に、はい、問題点を書き出すという話がありましたけれども、はい、具体的にどのような形で問題点を書き出していらっしゃったんですか。試合の中でシャトルをこの場所に打つとなぜか得点されているっていうシーンが同じような状況で何回か試合中にあるんですよね。
そういった共通する場所を一つ一つ、予想して書き出してっていうことをやってみました。ありがとうございます、はいはい、それでは、はい、面接は以上で終了したいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ということでですね、今面接をさせていただいたんですけども、杉浦さん的に今の面接の回答というか受け答えとして、メーカーの採用責任者だったら面接のレベル的に何点ぐらいでした？杉浦さんと、まあ、あくまで個人の主観で大丈夫なので、はい、70点っていうところですかね。とてもいいと思います。あの内容的にはですね、抑えていただいてましたし、何よりもこちらが質問したことにきちんと答えてくれてるっていう、これ意外とできてない人多いんですよ。面接ってもう話す内容以上に大事になってくるのは、質問されたことにきちんと答えるっていうことがもう大前提なんですよね。これをどうしても緊張してしまったりとか、言いたいことがやっぱり先に来ちゃってると、質問の意図から話がずれてきちゃったりっていうのよくあるんですよね、うん、そういった意味では川崎さんは私が質問したことにきちんと的確に答えていただいているという意味では、とてもいい形で出していただいてたなと思うんですね。じゃあなんで70点なのかというところなんですけれども、いくつかポイントがありましてですね、はい、おそらく理系の場合ですと、研究分野と実際の仕事の分野とズレが生じた時に必ずこの違いって聞かれるはずなんですよね。でその時にやっぱりどれだけきちんと説明ができるかっていうことはすごく大事になってきてて、でそういった意味からすると違いはなんとなく分かったんですけれども、質問されてようやくこう出てくる部分もどうしてもあったと思うんですよね、うん、その研究とつながらないと、はい、なかなか、まあ、結局こっちの研究分野をやっぱりやりたいということでそっちの会社行っちゃうんじゃないかなっていうふうにも思われてしまうところもあると思うので、うん、ご自身のその研究分野と実際就職希望とがちょっとこうずれるケースというのは、そこをつなぐ説明をきちんとすることによって、 ある程度解消するかなという気がしているので、うん、まあ、そのあたりが補足できるとすごく良かったかなというところはありますね、はい。なんか川崎さんの面接の回答とか速度とかはめっちゃ速いっていうわけでもなくて、なんか結構止まったりもしてたじゃないですか。だからめっちゃ上手いってわけじゃないけど、ちゃんと受け答えをできてれば、そのしっかり外さなければ十分、その合否にはそこまで関係ないっていうことなんですかね。特にですね、メーカーの面接の場合だと面接官もあまり速さを求めたりとか、うん、的確さっていうよりもやっぱりきちんと伝わるっていうことの方が重要すると思うんですよ、うん、社風とか文化とか、うん、メーカーの人たちってそもそも育てるっていうことを前提に考えているので、やっぱりきちんと相手の考えとか意見を聞いていこうっていう風潮が多分どの会社さんもあると思うんですね。なのですごくこう素早く答えなきゃいけないとか、たどたどしいからダメとかってことはまずないと思います、ね、めっちゃそれは勇気を与えますね、視聴者え、どうでした？受けてみて。正直かなり自分の中でも答えられない部分があって焦りましたね。ただ聞かれたことに対して的確に返すっていうことはしっかり意識していたと思いました。うん、確かにね。じゃあ止まっても全然大丈夫っていうことですね。全然大丈夫です。特にですね、いい面接官のことをきちんと待ってくれます。意外とそういうメーカーの面接はですね、そういった意味では懐深いところはあるんじゃないかなと思いますね、うん、ちなみに杉浦さんもご自身の YouTube チャンネルでそういった就活の情報を発信していて、はい、新潟県の就活に特化したチャンネルの新潟就活チャンネルですよね。新潟就活チャンネルのアピールポイントとかってありますか？ちなみに、はい、まあ、新潟に特化した情報はもう多いんですけれども、全国 の、 特に地方学生のですね、皆さんが聞いて得をするような有意義な情報を提供しているので、まあ、ぜひ見ていただければなと思っています、うん、ありがとうございます、はい、ということでこの動画が参考になったという方はぜひ新潟チャンネルの杉浦さんの方も見てください。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。